今日の健介くんの服装は石尾さんと相談して僕が決めました。健介くん浮気してるんですよ。そうなの。どうしたかしよんねえ、意外と何とも思わないんだなっていう、うん、いやいや秋役の赤澤亮太郎です。本日は誠にありがとうございます。今日の健介くんの服装は石尾さんと相談して僕が決めましたよろしくお願いします。かっこいいですよね、めちゃくちゃね。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は本当にいっぱいね衣装を用意していただいたんですけど、うん、太郎はこうやってずっと、どれがいいかなって。そうそうそう、僕はもう、はい、何でも大丈夫です、太郎に任せますって決めていただきました、はい。素敵な衣装ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続編の制作が決まった時の心境はいかがでしたか。赤澤さんお願いします。はい、もう本当に現場で撮影中ですかね、あれ続編決まったよってね。そうだね、言われたの現場で言われて、で健介君とまだ撮って、今ワン撮ってるのに続編決まったってどういうことみたいな。でやっぱりその劇場、お客さんにまだ届いてなかったので、こうどういうリアクションがあるのかと か結構不安な思いもあったんですけど、いざ公開してみて、であのワンの延長が決まった時にやっぱり、あ、なんか良かったなって、続編撮れて良かったなってすごい思いましたね、うん。はい、高橋さん。僕決まった時にもうなんかすごい記憶があるのが、2やれますみたいなことですね。2やれるんですけどいかがですかって聞いたときに、僕はもう開口一番に太郎がやるならやるって言った記憶があって、でも後々聞いたら太郎も僕がやるならやるって言っていただいたみたいなんで、どっちかが裏切ってたらこれはなかったんで。そうですね、はい、確かに健介くんじゃなかったらできないですね。そうそうそう、まあ、だからまあ、ね、太郎じゃなかったら本当に別に2をやる意味は僕はないと思ってたので、それがすごい記憶にありますね。そう、でも最近健介くん浮気してるんですよ。そうなんです。この人と開口一番に今日会って、うん、たまたま今僕が違う作品で、あのミュージカルでその同性愛を描いているので、ね、はい、あの開口一番に浮気してるじゃないですか。そう、別の人と二人でミュージカルして、で僕の仲いい後輩も相方でやって吉高志音ねえ浮気して、だからなんかね、皆さんも浮気された経験とかあるかもしれないですけどいやいや、そんなあるの。いや、わかんないけど、そんなそのしてる側っていうのを意外と何とも思わないんだなっていう、うん、おいおいおい、待って、そういう映画じゃないですよこれ。いやいや、本当に思いましたね。だから僕言われてこうハッとしたというか、だからね、なんかうん、本当にこうなんていう、加害者と被害者というか、できるだけなんか加害者にも被害者にもなりたくはないですけど、なんかこういう気持ちになるんだなっていうのは本当に思いましたね。うわ、浮気の役演じてほしいですね今度ね。でも本当に平然とできると思う最悪今後そういう役来たらやば、見出しになったらどうしようこれ空気のように浮気できると思いますね、うん、高橋健介空気のように浮気をするやばいですね、